ラシャペル・ラブレは、フランス、イルド・フランス地域圏、セーヌイコール・エイコール・マルヌ圏のコミューン。ラシャペル・ラブレはブリー地方の中心にあり、ナンジスの南西 8km のところにある。全長 42.1km のアルモン川が、コミューン内を流れる。その他に消火線としてビルフェルモア川、プレで、バレ川がある。最寄りの鉄道駅は、ナンジス駅で、パリ東駅。 プロバン駅区間を走るトランシリアンピー等線の電車が停車する。この路線は現在、ボンバルディア社製の AGC 車両 B82500 が走っている。カエデの木を意味するフォルスタでヘラブルンと12世紀に呼ばれていたことが証明されている。1世紀後に地名はカエデの礼拝堂を意味するカペラでエラブリオと記された。 ラシャペルラブレに最初の住民がいた印が見られるのは1282年に遡る。物語はこの時点で領主指紋一世イコルニュが土地を一掃して集落を作ったことになっている。初めて教区が登録されたのは1752年の日付だった。10年の間に教区は教区と周辺の自治体の住民からなる1000人から2000人の名前を再編している。 そこには200年前の国内パスポートの痕跡が見られる。参照元、1962年から1999年までは、複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は、当該コミューンの人口統計によるもの。1999年まで、イヘス、カジニー、2006年以降 i NSEE。ありがとうございます。